まずは俺が教えた技を使ってみる。貴様に見どころがあるなら使うと言ってやる。だがついてこられんようなら貴様など不要だ。分かったのならそのつもりでやるの。この程度やってもらわねばな。よかろう、そこまでだ。テストは及第点といったところだ。貴様なら俺が教えれば戦力になろう。喜ぶがいい。貴様にとっては輝かしき気候戦隊への道が開けたのだからな。バカだ。今回は貴様に面白い仕組みを用意しておいたぞ。おめえクーラの味方なんか。飛ばしてやるぜ。俺が教えた技であのサンドも倒してみる。それが今回の主人公というわけだ。貴様の戦い方には俺が直々に相手をしてやるぞ。実力者でありながら敗れた。それは甘かったからだ。貴様はどう戦うのか俺に見せてみろ。もういいだろう。あのサルどもを倒したのは当然として俺を相手によく戦ったものだ。貴様の戦闘力予想以上かもしれんな。よし、いいぞ。その調子で精進。貴様は俺の想像を超える強さのよう。俺にとっては嬉しい誤算だ。そんな貴様をさらに強くしてやろうと。今回はより厳しく教育してやろう。お、今回はこのメタルクーラが相手だ。さっき教えた技を使い俺たちを倒してみろ。それでこそ俺がスカウトした戦士、実力を出し切ってみせろ。戦隊はエリート部隊、その一員になるのならこの程度で目を上げるな。今の貴様はもはや機甲戦隊の器ではない。一体どこまでの潜在能力を秘めているんだ。とんだ拾い物をしてしまったようだな。まったく大したやつだ。今の貴様ならば本気を出した俺と互角に戦えるかもしれない。俺は戦士として貴様に興味がある。だからこそさっきの技を教えた。これで条件は最高だ。俺の技で戦って勝利してみせろ。この感覚、久しぶりだ。やったー！消えてなくなれ！貴様の勝ちだ。甘さを捨てたはずの俺が貴様と対等の戦いをするために技を教えた。貴様が俺の戦士としての魂を呼び覚ましたからだ。俺の片腕になれ。貴様にはその資格がある。とんでもない力。